今春樹さん風呂開いてますでバリに散らかしてる服じゃあ私も参加するんで。どういうことなの？なんであの子裸なのね。一緒にお風呂入るんですよ。意味わからんねん。どんだけ体張んねん。じゃあ女子トークで。はい、始まりました。イエーイ。女子会。待って、やろうって言ったのに何も回さないな。アンリさんの恋愛で一番クソやった人。クソやった人？いやなんかこれ前も言ってると思うけど、なんかピー中毒の人が。ああ。なんでそんな人ばっかりやってるんですか。なあ、アンリも思うわ。なんか一番最低やった人おる？最低やった人？うん。いやそもそもそんな長く付き合ったことないし。ああ、そっか。うん。え、アンリどれぐらいやったっけ付き合うの？3ヶ月。最長で？最長。最長3ヶ月やばいな。振られる原因なの？振られたことはない。あ、自分から振るの？3ヶ月経って。もうあんたいらんわって。いらんわっていうか、なんか、態度変わりすぎる人とか嫌なんですよ。ああ、なるほどね。確かに、付き合ってから態度変わる人って、まあ、めっちゃ多い気がするな。うん、だから、なんかみんな優しいの最初だけやから、もういいかなと思って。確かに、確かに。でもそれで言ったら、ある意味、初っぱなの人とか9年ぐらい付き合ってたし、そこなの？ 9 年？一途じゃない？え、9年はやばいっすか？やばいよ。すげえ。その後も多分最短で2年とか。おー、え、最短で2年？最短で。その他は3年、5年とか。だから、付き合った人の人数めっちゃ少ないと思う。人よりめっちゃ少ない、付き合った人数は。すげえ。え、いっちゃん最初が9年なんですか？そう、すごっ。あ、いっちゃん初めじゃないな。一番初め1年ぐらい違う人と付き合ってから、そうかな。うん。一途なんだ、こう見えて。でも書いてあった、結婚できひん人の特徴で一途なんか長く付き合いすぎてるって、今までの人は。一人の人になれちゃうのにって言われちゃう。だから新規になかなかいかへんくなるっていうか。あ、そういうことか。うん、新規言い方会わないとか、なんか結構嫌やね。うん、あ、ほんなら付き合ったらこんなんしてほしいとかあるんですか？付き合ったらこんなんしてほしい。え、ちゃんと守る体制に持ってほしい。例えばなんかその事業がうまくいかなかったとしても、自分が支えるからとか、元彼がいきなり襲ってきたら助けるからみたいな。ああ、じゃあ多少強さもいるってやつですか？あ、うん、いる。なんかあった時にやっぱさ、強さはなかったとしてもやで、なんかその助けるっていう姿勢で追ってくれる人の方が良くない？ああ、それはそうですね。やろ？うん、よう無理よ、自分を置いて逃げる男。あんなのマジ無理やわ。何してんのこれ。アーコはどういう人がタイプなの？あ、でも私も男らしい人がいいです。そう、うん、あと自分より強い人がいいです。アーコより強い人だいぶおらんやろ。スパーリングとかして、うん、なんていうの、ムキになられたらちょっと冷めるんですか？あー、ポータローみたいなタイプ無理ってことね。うん。遊ばれてるぐらいスパーリングしたら、あー、そのぐらいの余裕を見せてほしいですね。なるほどね、うん、なかなかおらんで。だいぶ絞られてる。タイムさんも試合出るんですか？試合、うん、あのバズライトやっぱ出る。どのライト？もっとものすぐとか。あー。絶対試合せんねん。パンちゃん、パンちゃん強すぎるから無理だよ。それはある子や。え、でもバズるんですよ、パンちゃん。いやいやいや、無理もう無理、そうなの無理。ごまきいいね、後藤さんの。うん、やれたら。でもごまきに似てる言われたことっす。前なんかいろんな人に似てるって言われるけど全部残念やん。ごまきは良くないですか？え、違う、その見てる人が残念じゃなくて、うん、全部ちょっとかじっただけ似てるやから、あんた残念。そういうこと。そう。大体そうじゃん、誰かに似てるって言われる人ってさ、パーフェクトのその人やからさ、うん、ちょっと似てるって言われたら大体ちょっと崩れてる感じじゃん。確かに。そう。鈴木さんが一番言われてます。言われるなぁ。あと昔は加藤愛とか若槻千夏とか北川景子が違われたけど、最近言われるの。あのいや、サラサラのストレートの時です。うん、最近全然言われへんわ。あーちゃんもあれやん、
誰だったっけ、めっちゃ見てるって言われる人。見てる、うん、いいじゃん、マリア。あ、それだったっけ、母ちゃんがめっちゃ見てるって言われる人、山田涼介。あ、じゃあ西内マリアだ。じゃあ西内マリア、うん、たまに言われるけど、ちょっと自分で言うのは恥ずかしい。もうそんなんあるの。全然ちゃうやんけど、あ、僕が酒飲みしたら結構もうなんなんこれ、女子トークです。全然女子トークちゃうな。女子トークってどうなの。女子トークって何やろうな。いつも女子会したら何しちゃったんですか。ようやってるじゃないですか。基本向いてる。向いてる。え、みんな他の子は何しゃべってるんですか。なんかもうみんな子供とか旦那とかできてるから、だいたい子供か旦那の話やねんけど、うん、そのみんなが結婚する前とかは、うん、成田君めっちゃ好きやねんとか、どうやったらうまくいくと思うとか、なんかそういう話かな。恋愛の話あんま整理するんだけど、アイドに恋愛 の相談してくる人おらんのかもな。うん、確かに人は意味ないと思うんですかね。うん、だって誰だろ知ってんの、どうしたらいいと思う、ほくったらそれはそう、やろう。で、いやでもさ、なんかちょっと分からへんけどさ、聞いたら分からくないみたいな。うん、で誰だろ、私のこと好きかどうか分からへんから聞いてって言われたら、別に担当直入に聞いたりしさで、別になんかそんな恋愛じゃないって言われたら、そのまま伝えたら泣くしさ、意味分からんどうせ言うねんみたいな。恋愛相談乗りすぎて、ぜひ今さ、そういうかもしれない。っていう方も冷めてたんやと思う。だからそういうの。基本さ、めっちゃ受け身やからさ、自分から告ることとかまずないんや。ていうか多分今まで自分からめっちゃ好きになって付き合ったことってないんやと思う、あんで。一緒に会ったら俺だって結構好きになるタイプなんや。うん。だから、ぐいぐい来られて一緒に会ったら、自然に好きになったパターンがめっちゃ多いから。この人めっちゃ好き、付き合いたいと思ったことないかも。あ、それはそうかもしれない。一緒かもね。なんか付き合ってから好きになるみたいなの多いかもな。終了。でもなんかやっぱり女子トークいけるかなと思ったんですけど。甘える時どうやって甘えるとか。ああ、どうやって甘えるんですか。てか甘えることあるんですか。これ買ってとか。それ高い。もうめっちゃ疲れた、癒してみたいなのもあるけど。ああ、それ酔っ払ったらめっちゃ甘えできますよね。ああ、そんな感じかも。私にも甘えてますね。どんなの。え、なんかもう無理、帰れ、乗って、とりあえず酒渡します。うん、でもそれはなるかもな。うん、あ、見たことあるわ、酔ってる時は甘えてるですね。うん、なんかくっつきたがるかもしれない。あ、確かにめっちゃ手繋いでくる。うん、仕事柄もそうですね。うん、今は別にいいよ、全然オープンで。
でやっぱアイドルやってた時とかってさ、まあ、隠さなあかん時もあるわけやんか、それでさ、アイドル隠さなあかん立場でもさ、アニのことを裏切って言うっていうのはさ、もう反則やん。確かに。その時点でアニのこと考えてくれてないの。そういうところから冷めていく。いつもアニさん、振る側ですか？振られる側？基本、そうやな、振る、なんか、何かされる。薬ずっとやめれんとか、DV とか、そんなのなかったら多分兄振ることないね、あ、じゃあでかい原因があるんですね。で、それまでの間ずっと別れようかなって考えてて、けどなんか何、兄がおらへんかったらこの人ダメになるとか、わけわからん母性本能とか入ってきて、なんかどっちつかずの状態みたいな時にまたドンってでかいことされて、もう無理って回ったりするの。なんか結構今日範囲が広いと思うんやけどな。でもなんか年齢ごとに考え変わってきたかな。今はどうなんですか？今はなんかほんまにちゃんと将来のこと考える人とかじゃないと無理。その時はさ、別に付き合ってるだけやしさ、その人がさ、どう変化するかってわからんやん。まだ若かったりとかしたら、だから好きだけで言えてたかもしれへんけど、今はやっぱ生活力とかそういうものがなかったら、もうすぐ子供を産まないとあかんとしやんか、ってなったらさ、その人のために時間なんて使ってられへんから、もうそういうすぐ子供を産める状態の人とかじゃないと無理かもしれん。ああ。だからな、選びすぎて愛ができへんやと思う。慎重になりすぎてる、絶対。でもさすがに社長ならそういう結婚であったら。やろ？とりあえず作っとくっていうのもありですよね。とりあえずな。でもとりあえず作ったら、その人を、なんていうの、何年かその人引っ張って付き合ってしまった時にかわいそうじゃない、その人は。ああ。年下やからありやね。なんか自分より上とかになったら多分自分と一緒の状態やん。ちょっとかわいそうじゃん。確かに。だいぶ喋ったけど。喋ったですね。いいですか？もういいですか？ダメや！勢いよく降ってきたくせに、すいません、締めもせえへんし、どうでもいいみたいな感じになってきたんで、ちょっと終わります。じゃあね。じゃあちょっと終わり。皆さん、今日も動画楽しみに、楽しめましたか？今日の動画楽しんでもらいましたか？チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。この上に乗ってたら